こんにちは、プロレスディープです。今回はいいんだね、やっちゃってという名言が生まれたきっかけとなった2004年の 1.4 東京ドームで行われた永田裕二対佐々木健介戦。この試合がなぜ新日本プロレス史上までに見る大流血戦になったかについてお話ししたいと思います。大流血戦。2004年1月4日、新日本プロレス恒例の新春東京ドーム大会の第8試合で、永田裕二と佐々木健介のシングルマッチが30分1本勝負で行われました。試合開始前からお互い目線を一切そらすことなく、バチバチの睨み合いを繰り広げます。ゴングが鳴るや否や、張り手やエルボー、さらにグーパンチも応酬となり、早くも喧嘩マッチの様相。健介の得意技腕ひしぎ逆十字固め目を永田が場外に逃れたのをきっかけに、試合は場外戦へ。健介の椅子攻撃を永田がキックで迎撃したのに対し、健介は永田の額を鉄柱に何度も激しく打ちつけて応戦。両者大流血となります。リングに戻ると両者は自身の流血も相手の返り血も気にすることなく、再び一心不乱に殴り合います。特にヤバかったのは健介のラリアットでリング中央に倒れた永田の後頭部に血だまりができたシーンです。その証拠にダウンした永田の頭部から血が流れ、リングに血だまりができる様をモニターで見ていたアントニオ猪木が、もうやめさせろ、死人を出す気かと思わず叫んだほど。それでも健介はさらにヘッドバットや蹴りで永田を集中攻撃していきます。おびただしい流血でフラフラの永田でしたが、ハイキックで形勢逆転。オリジナルの関節技永田ロックスリーを決めると、必死の形相で締め上げます。意地でもギブアップしない健介ですが、我慢すればするほど出血量が増し、リングには再び血だまりが。その様子を見たレフェリーは、さすがにこれ以上は無理とゴングを要求。12分10秒、レフェリーストップにより永田の勝利となりました。佐々木健介と永田裕二の遺恨。佐々木健介と永田裕二といえば、新日本プロレスの先輩後輩の間柄。二人の間になぜこのような遺恨が生まれたのでしょうか。2002年10月、鈴木みのる戦をめぐる交渉の過程で生まれた会社への不信感を理由に、新日に辞表を提出した健介。移籍先として選択したのは、師匠である長州力を中心に設立された WJ プロレスでした。WJ は2003年3月に旗揚げ戦を開催したものの、放満経営や観客動員数の低迷で資金繰りが難しくなり、選手への給料の未払い、有力選手の離脱などの問題が相次ぎます。健介は WJ が創設したシングルベルト WMG 初代王者決定戦トーナメントを優勝し、総合格闘技 X1 にも参戦するなど孤軍奮闘しますが、師匠の長州と金銭問題でこじれ、旗揚げから1年も経たないうちに WJ を退団することになります。フリーランス宣言をした健介が殴り込みをかけたのは、わずか1年前に飛び出した古巣の新日でした。これにことを唱えたのが、当時新日の新進気鋭のエースだった永田裕二です。2002年10月、新日を退団した健介に対して、あんな奴は戦力外だと言い放った永田。なぜそこまで激怒したかというと、健介が辞表を提出した時期が新日の東京ドーム大会直前だったからです。この東京ドーム大会で永田は IWGP ヘビー級シングル王者として藤田和幸の挑戦を受けることが決まっていました。当時新日のエースだった永田としては、藤田戦を盛り上げたいと思っていたところが、健介の対談問題に話題を持っていかれてしまったため、妨害行為として激怒したのです。そんな経緯で対談した健介が、わずか1年余りで出戻りするという事態になり、一体どの面下げて戻ってくるのかという憤りを永田が持ったことは、想像に難しくありません。
2人のシングルマッチはこうした経緯で実現したのです。佐々木健介の瞑想。実は佐々木健介が新日本プロレスを退団することとなった要因は会社への不信感だけではありませんでした。1990年代後半から新日のエースの座に君臨していた健介ですが、師匠である長州が現場での実権を失い始めた2000年後半頃から迷走し始めていたのです。中でも2001年は健介にとっては悪夢とも言える年となりました。 IWGP ヘビー級王者だった健介は4月の大阪ドーム大会で藤田和幸の挑戦を受けることが決まっていました。当時異種格闘技戦でも強さを発揮していた藤田和幸と健介の対戦はファンの間でも注目を集めていました。ところが藤田戦を目前に控えた3月、健介はスコット・ノートンに敗れて IWGP ヘビー級王座を失ってしまったのです。ビッグマッチ直前に王者がベルトを失うことはあってはならない事態でした。健介もよほどへこんだとみられ、数日後リング上で相対した藤田に対して健介は正直すまんかったと謝罪するのです。この発言に激怒したアントニオ猪木の介入により、大阪ドームでの藤田とのシングルマッチは中止となってしまいました。この正直すまんかった発言はプロレスファンの間で流行してしまい、健介に負のイメージが植え付けられる結果となったのです。永田裕二の鬱憤。一方、永田裕二の立場から見ると、健介との因縁は、永田が新日本プロレスに入団した1992年から始まっていました。この頃、新日の道場で若手の指導係を務めていたのが健介だったのですが、健介は永田をはじめ、天山小雪地、小島聡、中西学、真壁豊樹など、当時の若手に対して厳しい指導、いわゆるしごきを繰り返していたことで有名でした。大相撲出身で相撲界の可愛がりも経験している安田忠雄選手が、当時新日の合宿所にいた人間で、佐々木さんのことを好きな人間は誰もいないですというコメントを残しており、菊田早苗選手は当時の新日の合宿所は刑務所のようなものだったと解雇しているほどです。健介の対談をめぐる経緯もさることながら、若手の頃にしごかれたことの恨みが永田の中には鬱積として溜まっていたのではないでしょうか。健介とのシングルマッチを迎える頃の永田といえば、 IWGP ヘビー級王座を連続10回防衛の記録を打ち立てただけでなく、プロレスリングノアへの参戦や異種格闘技戦への挑戦など、団体や競技の枠を超えて活躍していました。異種格闘技戦といえば、2004年の 1.4 東京ドーム大会が行われるわずか5日前、2003年の大晦日に行われた猪木ボンバイエで、永田は後にプライドで絶対王者となるエメリアーエンコ・ヒョードルと異種格闘技戦に挑んでいたのです。期待された永田ですが、ヒョードルのパンチになすすべなく、わずか1分20秒レフェリーストップで敗れてしまいます。永田にとっては2001年のミルコクロコップ戦に続いて大晦日の異種格闘技戦連敗となり、プロレスラーとして価値を大きく落としてしまう結果になりました。実はこの猪木ボンバイエは主催者側の不手際などでマッチメイクが難航していました。プロデューサーのアントニオ猪木は困り果て孫弟子である永田に白羽の矢を立てます。プロレス界の神である猪木に頭を下げられたら、永田もしぶしぶ受諾しかありません。永田の敗戦は、こうした準備不足の中で挑んだのが要因ということが、後に関係者の証言で明らかになるのですが、当時はそういった言い訳を発言することができなかったため、健介戦を迎える前の永田の胸の内には、この猪木に対する鬱積も溜まっていたのかもしれません。そして生まれた名言。このような経緯を経て迎えた永田と健介のシングルマッチ。それを前にテレビ局のインタビューを受けた永田裕二はこう言ったのです。そもそもあの男なんで帰ってきたんですか。はっきり言っちゃえばいいんですよ。
生活が苦しいから新日本しか働き場がねえって。いいんだね、やっちゃって。確かに永田が言う通り、2003年暮れに WJ を退団した後の健介はフリーランスとして活動したものの、2004年はほとんど試合へのオファーがない状態が続きました。すでにプロレスラーの北斗晶と結婚して子供も儲けていた健介は、生活のためインディーズ団体への1日2試合出場をこなすなど、背に腹は変えられない状態だったのです。永田は発言の通り、やっちゃいかねない厳しい攻めを繰り返しました。しかし健介も生活のため、家族のため、永田の厳しい攻めに必死の抵抗を見せたのです。プロレス史上に残る大流血戦は、過去の因縁とお互いの意地がぶつかった結果生まれたと言えるかもしれません。永田裕二と佐々木健介の現在。この健介、戦後の永田といえばヒールに回ったり、コミカルな試合にもチャレンジするなど、プロレスラーとして多彩なキャラクターを形成。敬礼ポーズや白目からの腕固めなどの個性的なムーブがファンの間で人気を博し、独自の地位を確立しました。ちなみに例のやっちゃっていいんだね発言については、自身のツイッターでこんな発言したっけととぼけています。一方、佐々木健介は2014年にプロレスラーを引退。現在は良きパパ的なキャラクターとしてテレビ番組にも出演し、笑顔を振りまいてはいますが、こうした過去の因縁からレスラー仲間はもちろん、ファンからも嫌われていて、プロレス界には居場所がないのではないでしょうか。タレント業でも妻の北斗晶の方がオファーが多く、事実上北斗のマネージャーみたいな感じになっているのかもしれません。プロレスファンを震撼させた大流血戦を演じた永田と健介の2人ですが、再び相まみえることは金輪際ないのでしょう。いかがだったでしょうか。最後までご視聴ありがとうございます。皆さんのご意見、ご感想や知っているエピソードがあれば、ぜひコメントをしてください。今後もプロレスのディープなエピソードを投稿してまいりますので、ぜひ高評価、チャンネル登録もお願いします。